和の国では室町時代、腰に和刀を帯びた武士たちが我が物顔で町を歩いていた頃、想像を絶する広大な土地、入り混じった人々の行き交う混沌とした国、新しい文化と感性が人々を刺激していた時代、この遊戯の舞台はそんな中国、明朝中期。対日貿易で栄える一大貿易港、寧波。今日も港は喧騒と活気に満ちている。皇帝の命を受け、港の不正を暴くべく寧波の町にやってきた密直使劉定氏。そう、あなたがこの物語の主人公。あなたは到着早々、目を見張るような美少女と出会う。彼女こそ華竜城江遊館であった。あなたは一目で遊館に心惹かれる。そして町人の信頼厚い若き貿易商呉陽君。やがて明らかになっていく陽君の野望、遊館を、そして密貿易摘発をめぐって二人は対立してゆく。平和な寧波、しかしその裏で港を我が物にしようとする五家の人足頭張孫敬の陰謀が進められていた。さまざまな人間たちが織りなす愛と欲望のドラマが今始まろうとしている。愛に魅せられたあなたと恋に惑わされる女、極上の愛を求めて物語は進行していく。あなたは揺れ動く勇敢の心を射止めることができるだろうか。あなたと勇敢の相性はいかに。そして恋の行方は。